ドラグーン走行車は、アメリカ合衆国のエローポイント車が1980年代に設計した四輪式走行車である。ドラグーン走行車はいくつかの部品を M113 装甲兵員輸送車と M8095 トントラックから流用しており、その外見は V-100、V-150 コマンドによく似ているが、こちらの方がややサイズは大きい。1960年代末、 アメリカ陸軍憲兵隊において C-130 ハーキュリー輸送機で空輸可能な輸送部隊越え及び基地警備用の装甲車の開発要求が出されたことをきっかけに開発が進められた。ドラグーン装甲車の車体は防弾後半の溶接モノコック構造で構成されており外見上は V-100、V-150 コマンドに類似しており全部に操縦席。 中央部分を平因室として左右に大型ドアを設け、後部右側にパワーパックを配置して、後部左側にアクセスドアを設ける基本構造も全く同じであるが、操縦席の部分が助手席部分に比べて前に大きく突き出ているのが外見上の特徴である。一人乗りの宝刀、あるいは二人乗りの宝刀、国家リル 90mm 低圧砲を搭載した。 砲塔を装備するほか、無反動砲を搭載した戦車駆逐車や式通信車、電子戦車両、警察用車両などの派生型が生産されている。ありがとうございます。